これから地震が起こった時に役に立つ情報や世界の水道について紹介します大きな地震が起こると水道管や下水管が壊れてしまって水道や下水道が使えなくなってしまうことがあります家や学校で水道や下水道が使えなくなってしまったらどうなるでしょうか水道が出ないと水を飲むことができません もちろん、料理をすることも、お風呂に入ることもできません。また、下水道が使えなくなってしまうと、トイレも使えません。もちろん、使った水を流すこともできなくなります。このように、地震で水道や下水道が使えなくなってしまうと、生活するのがとても大変になってしまいます。もし地震が起こって、家の水が出なくなってしまったら、 そんな時は家の近くの小学校か中学校に水がもらえる施設があります。その施設は地域の皆さんが自分で操作して水を使うことができる地下式給水栓です。さらに直接トイレを設置できる下水道直結式仮設トイレ用のマンホールもあります。中でも地下式給水栓はとても役に立つので今日皆さんにぜひ覚えてほしいと思います。 地下式給水線は名古屋市内のすべての私立小中学校に設置してあるので、もちろん皆さんの小学校にもあります。小学校のどこにあるのか知っていますか目印はこの看板とこのマンホールです。マンホールは四角のものもあります。この看板の近くに地下式給水線のマンホールがあり、 看板には使う時に必要な道具がしまってある場所が書かれています必要な道具はマンホールの蓋を開ける道具やホースなどこの写真にあるものですマンホールの蓋を開けると中には蛇口がついていてこの蛇口にホースを取り付けて使用することができます普通の蛇口がついているので誰でも簡単に使うことができます 地震が起こって水が出なくなってしまった時とても役に立つので時間があったら皆さんの小学校の地下式給水線がどこにあるのか先生と調べてみてください地下式給水線は道路にあることが多いのでもし調べる場合は先生の言うことをよく聞いて安全に注意して調べてください日本ではどこに行っても蛇口の水を飲むことができます 皆さんにとって蛇口から水が出てくることは当たり前で、そのまま飲んだり、料理に使ったり、洗濯に使ったりできることも当たり前だと思います。でも、それは世界で見るととてもすごいことなんです。世界には190を超える国がありますが、その中で水道水がそのまま飲める国は、なんとたった12カ国なのです。 この地図は水道水を飲める国や飲めない国を表したものです。水色の国がそのまま飲める国なので、とても少ないことがわかると思います。ピンク色の国はそのまま飲めない国なので、世界のほとんどの国でそのまま飲めないことがわかります。皆さんは普段何気なく水道を使っていると思いますが、 こうやって安全な水が蛇口をひねればいつでも簡単に手に入るということは世界でもとても恵まれていてとても素晴らしいことだということをぜひ知ってほしいと思います。そして名古屋の水道水は安全かどうかを確認するためいろいろなことを調べています。例えば味、色、匂いなど。 たくさんの内容を毎日厳しくチェックしているんですよ。このようにきちんと調べているので水道水は安全です。いつもは水道水を飲まない人も安心して美味しく飲んでくださいね。次に手洗いについてのお話です。皆さんは外から帰ったりご飯を食べる前にきちんと手を洗っていますか では皆さん何秒ぐらい洗っていますか爪の間や手のひらなどをしっかり洗うと30秒くらいかかるんですよ手を洗う前の手にはおよそ100万個のウイルスがいると言われていますしかし石鹸で30秒もみ洗いし水道水で15秒すすぐとおよそ数百個に減ると言われています 外で遊んだ後やご飯を食べる前にはしっかり手を洗ってくださいね。最後に水道と下水道を守るために多くの人が努力していることもぜひ知っておいてほしいと思います。皆さんに安全な水道水を届けるために浄水場などでは毎日厳しい水の検査を行っています。またダブなどでも定期的に水の検査を行っています。 浄水場や水処理センターは24時間365日休まず動いていて、上下水道局の職員も交代しながら24時間365日働いています。そのためにお正月を職場で迎える職員もいるんですよ。他にも古くなった水道管を地震に強い水道管に変えたり、下水管の掃除をしたり、 多くの人が水道や下水道を守るために努力をしています。蛇口をひねれば、いつでもきれいな水道水が出ることは当たり前。使った水を流しても、川や海が汚れないのは当たり前。皆さんにそう思ってもらうこと、そして何気なく水を使ってもらえること、これは私たち上下水道局職員の誇りです。 私たちはこれからも皆さんに安全で美味しい水道水を届けるため、そして汚れた水をきれいにして川や海に返すために一生懸命仕事をしますので、皆さんも水を使うとき、その水のために多くの人が頑張っていることを少しでも思い出してもらえたら嬉しいです。これで授業を終わります。ありがとうございました。